横浜競馬場はかつて神奈川県横浜市に存在した競馬場。当初は根岸競馬場と呼ばれていたが、1937年の周期競馬から日本競馬界横浜競馬場に変更された。幕末の1866年、横浜の外国人居留地における娯楽施設として建設され、翌年から競馬に使用された。当初は居留外国人の組織である、 横浜レースとも楽部と横浜ユナイテッドクラブとの共催により施行されていたが、1876年に内紛により横浜レースアソシエーションが分離独立。1878年に2団体は統合され、横浜ジョッキーとも楽部が設立。1880年には日本レースクラブに解消され、それまで居留外国人のみだった入会が日本人にも認められた。 1888年より馬券の発売が行われた。1905年より明治天皇から五章店が可視され、エンペラーズカップが始まった。また、1928年には横浜特別、1939年からは横浜農林商章店四歳小馬がそれぞれ創設されている。第二次世界大戦の激化に伴い、 横浜競馬の開催は1942年限りで休止された。クラブハウスは連合国の民間人の抑留所として交換船が来るまで使用された。翌1943年6月10日には馬場を閉鎖して旧帝国海軍に売却し、同年の番組は春季を東京競馬場、秋季を中山競馬場で大体開催した。徴用後は、 スタンドに文庫と武器道の印刷工場が置かれた横浜競馬場の土地、施設の譲渡に際し、日本競馬会では条件として代替用地の圧戦を軍に求めた競馬会側で候補地を検討の結果、小田原急行電鉄線相模用の駅南側の江ノ島線沿線付近を移転候補地に定め、一周2400メートルの馬場と70棟の旧車を建設する。 競馬場建設を計画の上、軍に土地圧戦の要請と資材提供の要請を行った。しかし、すでに戦争末期となっており、軍側は競馬会側の度重なる土地圧戦や資材提供の要請に応じることなく、終戦を迎え、結局新たな競馬場の建設は叶なわなかった。日本競馬会は将来的な競馬復活に備え、早くも 終戦直後の1945年8月29日に政府に対して横浜競馬場の払い下げ願いを行った。しかし日本が幸福文書に調印した翌日の9月3日他の市内軍用施設と同様に進駐してきた連合軍に接収されてしまった。その後、1946年暮れに再び払い下げを申請したが進捗はなかった。 ところが1947年になって、かつての日本デスクラブの会員で、新中軍とも関わりがあり、かつ、神奈川県により、慰安目的の競馬や、各種スポーツの開催を目的とした、社団法人として、設立許可を得た CH モースが、日本政府に向けて、横浜競馬場の貸付を申請した。このことを知って、危機感を持った日本競馬会では、払い下げ申請から、 使用許可申請に変更して対抗した結果、同年7月に政府によって競馬場の払い下げ先は旧所有者の日本競馬会とする旨の決定がなされた。使用者問題は決着を見たもののアメリカ軍によって馬場はゴルフ場や乗馬施設、駐車場などに転用されており、そのままでは競馬場として使用不可能な状況な上、アメリカ側が 接収解除に応じる様子も見られなかった。1964年に至って、ようやく一部施設の接収が解除され、その他の土地の大部分も1969年にアメリカから日本政府へ返還を受けた。1973年になって政府から日本競馬会の後ろ身である日本中央競馬会に払い下げられ、30年ぶりに横浜競馬場は競馬会の所有となった。 だが、接収されていた年月の間に、周囲の住宅地下や他の競馬場の近代化、大型化が進んでおり、変換された横浜競馬場を近代的な中央競馬の開催施設として復活させることは、現実的選択ではなくなっていた。結局、公園として整備されることになり、1977年には、横浜市所有の根岸森林公園と、 日本中央競馬会所有の根岸市競馬記念公園、馬の博物館が設けられ、競馬場の再建は果たせなかった。同様に戦時中に開催が休止された宮崎競馬場と共に、戦後長らくの間、名目上、日本中央競馬会管轄の開催休止競馬場として扱われ、中央競馬場一覧等にも東京競馬場や中山競馬場などと並んで、 横浜競馬場などと記されていた。この行政上の休止中扱いは、1991年の競馬法の改正によって、宮崎と共に正式に開催競馬場から削除されるまで続いた。アメリカ人建築家 JH モーガンによって設計され、1929年に、竣工した一等場見所と二等場見所の二つの観客スタンド及び下見所は、 ババよりも遅れて1981年に接種解除されたが、二等場見どころと、下見所が1988年に老朽化のため、解体された。横浜競馬場の移行として、唯一現存する一等場見どころは2009年に、経済産業省によって近代化産業遺産に認定されたが、本格的な修復は変換以来施されておらず、事実上の放置状態である。 2012年現在も侵入防止のために設けられたフェンスに囲われたままであり、具体的な修復、保存は計画されていない。毎年1月に東京競馬場で、この横浜競馬場を記念した重症競争、ネギス,ステークスが施行されている。この競争は2月のフェブラリーステークスの前哨戦的位置づけとされている。ありがとうございます。